天山山脈は中央アジアのカザフスタン、キルギスから中国西部にかけての国境地帯に広がる山脈群。天山山脈のウイグル5名は天の山を意味する天理タグといい、官名はこれに由来する。最高峰はポベーダ山で中国とキルギスの国境にあり、キルギスの最高峰でもある。2番目に高いのはハンテングリでカザフスタンとキルギスの国境にある。 山越えのルートとしては、トルガルと峠がキルギスと新疆ウイグル自治区の境界に位置している。天山山脈の南西はパミール高原につながり、南には広大なタクラマカン砂漠が広がる。天山山脈を源流とする主な河川はシルダリア川とタリム川である。主な島脈にボロホロ山脈があり、この東端はウルムチのすぐ南西にあり、そこから西北西へ伸び、 中国とカザフスタンの国境近くの西端では、ジュンガルアラタウ山脈になる。2013年の第37回世界遺産委員会にて、中国の新疆ウイグル自治区内の4つの保護区が、新疆天山の名で、ユネスコの世界遺産リストに登録された。これには、キルギストの国境の山、ポベーダ山も含まれる。また、2016年の 第40回世界遺産委員会の審議では、カザフスタン、キルギス、ウズベキスタンの3カ国による採点山が世界遺産リストに登録された。ありがとうございます。